アクタとは、リステリアモノサイトゲネスのゲノムにコードされている、タンパク質の一つである。膜貫通領域を含む、細菌細胞表面タンパク質である。哺乳動物の細胞内においてアクタは、ARP に、三複合体及び、アクチン単量体と、相互作用して、細菌表面上で、アクチン10号を誘導し、アクチンロケットを生成する。アクタをコードする遺伝子はアクタもしくは、 PRTB である。エルモノサイタージェニツは人体内に蛍光侵入するとすぐに超上皮細胞に入り込むが、そこで細胞内の液胞に取り込まれるので液胞から迅速に脱出しなければならない。そこでエルモノサイタージェニツはクタタンパク質を用いて細菌表面上でアクチンの重合をはじめアクチンロケットを作り運動性のための推進力を生み出す。 アクタはこのアクチンベースの運動に必要であり、他の細菌性因子の非存在下でもアクタがあれば、細菌の運動性を誘導するのに十分であることが示されている。アクタは、レシチナーゼイン性の TN917、ラックリステリア突然変異株の分析を通じて発見された。この突然変異株は、アクチンベースの運動性があれば可能な細胞から、 細胞への拡散ができない表現型であった。野生株と同様に効率的にファゴソームから逃げ出し宿主細胞内で増殖したが、野生株のように細胞表面にアクチンは現れなかった。さらなる分析の結果、TN917 ラックがオペロンの第二遺伝子であるアクタに挿入されていたことが示された。このオペロンの第三遺伝子 PLCB は、 レシチナーゼをコードする。アクタ自体、PLCB、下流の他の強転者領域のどれが、アクチン集合に関与するかどうかを決定するために、突然変異株が作成された。アクタ突然変異体を除くすべての突然変異体は、海アクチンとの関連及び細胞、細胞間の拡散に関して、野生株と禁止していた。アクタ突然変異体のアクタを保管すると、 野生株の表現型が回復した。随一細菌タンパク質アクタによるアクチン集合の誘導。宿主の哺乳動物細胞由来でこのプロセスに関わるのはアクチン、プロフィリン、血管拡張因子刺激リン酸化タンパク質及びアクチン関連タンパク質2と3の複合体である。アクタは宿主細胞中に存在する各形成促進因子であるウィスコット、 アルドリッチ症候群タンパク質の模倣物として作用するタンパク質である。哺乳動物細胞の NPF は、アクチン関連タンパク質に及び3の複合体を集合させて結合し、ARP に3複合体を活性型コンフォメーションへと誘導する。このコンフォメーション変化により NPF は、アクチンフィラメントの15を70度の角度で開始し、運動性細胞の最先端に、 特徴的な Y 分子アクチン構造を導く。アクタは、細菌の古い極に極在し、細菌細胞膜と細胞壁の両方に分布しており、外へは拡散しないように制御されている。したがって、アクタは、細菌表面上に変極かつ固定されて存在し、アクチン10号の開始はこの領域でのみ起こる。アクタの発言は、哺乳動物の宿主細胞に入った後に限定して、 誘導される。アクチンフィラメントの形成は、宿主の細胞室内の細菌を前方へと押す力を発生させる。アクチン10号の連続により、細胞室内での運動性と隣接細胞への感染能力が生まれる。アクタは、液胞の破壊においても役割を果たす。アクタ結質突然変異体は、液胞からの脱出能力を欠く。 酸性領域の N 末端における11アミノ酸区間は、ファゴソームの破壊にとって重要であることが示されている。アクタイ電子の一次タンパク質産物は639個のアミノ酸からなり、1本のペプチド差とアクタ差を含む。この610アミノ酸が成熟アクタタンパク質となる。アクタは分子量7349ダーの表面タンパク質である。 アクタは3つの機能的ドメインに分けられる図にアクタ、タンパク質の機能的ドメイン N 末端から数えて156、アミノ酸残機は N 末端ドメインであり、3つの領域からなる。N 末端領域は、アクチン10号において重要な役割を果たす。このドメインには、真核生物のワスプファミリーの核、形成促進因子にも存在するコンセンサス、配列エレメントがある。 NPF は ARP2、3と同じくアクチン単量対結合領域を含む。アクタのアクチン単量対結合領域は WASP ホモロジー -2 ドメインや V ドメインのような機能的特性を有するが配列が異なる。NPF ではドメインの順序は WH2 の次に C ドメイン、その次に A ドメインであり、アクタとは異なる。アクタの中心にあるプロリンリッチ領域は 法律的な細菌の運動性を確保するために重要である。FPPPP モチーフか f ィ i p モチーフのどちらかを含む4つのプロリンディッチ反復配列がある。これらの領域は焦点接着やストレスファイバーと関連することが知られている宿主の細胞骨格タンパク質、在シン、ビンキュリン及びポラドンの模倣物となる。 血管拡張因子刺激リン酸化タンパク質は、そのエナ、バスプホモロジー1ドメインを介して、中央のプロリンリッチ領域に結合し、アクチン単量体結合タンパク質であるプロフィリンを動員し、アクチンフィラメントの半、矢尻端で重合を促進する。さらに、バスプワシーマッタンの EVH2 ドメインを介して、海アクチンと相互作用し、細菌を アクチン1合体と連結させるようである。この推測は、アクタが複数のエナ、バスプタンパク質と同時に結合でき、アクタとエナ、バスプとの間に高い親和性を有するという事実によって支持されている。バスプは、インビトロでアクチンの愛分子の頻度を減少させることが示されており、従って並列して形成されてアクチンドケットを構成するフィラメントの割合が、 増加する。アクタの C 末端ドメインは、細菌膜中のタンパク質を固定する、素水性領域を有する。その他の特記事項として、アクタが機能的に模倣しているワスプ n ワスプは、深刻生物において高度に保存されている。このタンパク質は重要なアクチン、細胞骨格形成装置であり、エンドサイトーシスと細胞運動性などのプロセスにおいて重要である。 ローファミリーの低分子量 GTP アーゼである CDC42 によって活性化された WASP、NWASP 複合体は ARP に3複合体を活性化し高速のアクチン10号を導く。赤力菌ではアイクサタンパク質が NWASP を活性化する。活性 NWASP、WASP 複合体は ARP に3複合体を活性化することによってアクチン10号を導く。 アクタタンパク質がアープに三複合体と直接相互作用して活性化させるのとは対照的である。リケッチアの理科タンパク質もワスプと同様の方法でアープに三複合体を活性化することができる。アクタの場合とは対照的にアクチンフィラメントは長くて枝分かれのない束に作られる。アープに三複合体は 細菌表面付近にのみ極在しているため、ARP に三副合体に依存しない方法での身長がより頻繁に利用されていると推測されている。バークホルデリアスドマリーでは、ビマがインビトロでアクチン10号を開始する。この細菌の細胞内移動は ARP に三副合体とは独立して発動すると考えられている。ありがとうございます。